はい、どうも皆さん、こんにちは。いずれこです。それでは今回なんですけども、コンビニレジ袋が7月から有料に今後の3つの対策を簡単解説ということで、今回はコンビニのレジ袋が有料化についてですね、まだ実際に開始はしてないんですけども、まあ、それに対して今後どんな風にですね、行っていけばいいか、まあ、それなりの対策をですね、僕なりに簡単にお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう それでは早速、こちらですね。2020年7月の1日より、コンビニ大手3社レジ袋有料化ということで、まあ、結構ですね、ニュースとかでちらほら聞かれた方もですね、多いのかなと思います。 で、そもそもまあ、有料化にする理由ということで、まあ僕が言うまでもないんですけども、一応こちらですね。じゃんということで、こちらそのまま経済産業省のホームページから引っ張ってきたんですけども、廃棄物、資源制約、海洋プラスチックゴミ問題、地球温暖化などからプラスチックの過剰な使用を抑制するためということですね。まあこれはね、本当前々からずっと言われてるようなことなので、まあそれが今になって、まあかなり固めてきたという感じですかね。 で、その2020年の7月1日よりコンビニ大手3社レジ袋有料化ということで、まあコンビニ大手3社はね、皆さんご存知のこちらですね、ローソンとファミリーマートセブンイレブンとなっております。で、実際にですね、まあそのそれぞれのコンビニによって若干そのコンビニのレジ袋の有料化の値段が若干変わってるので、まあ簡単にだけお伝えしていこうと思います。まずローソンに関しましては色々サイズは、弁当用とかの袋などサイズはあるんですけども、とりあえず全サイズ1枚が3円となっております。 で、ファミリーマートに関しましては、これもいろんなサイズはあるんですけども、とりあえずこれも1枚3円と。そして、セブンイレブンに関しましては、小中大と弁当用の4種類がとりあえずここが3円。で、あと特大サイズのみが5円となっております。 あとですね、まあ、コンビニ予定3社からプラスアルファでなんですけども、こちらのミニストップ。ミニストップはですね、すでにもうこれ、視聴者さんからもちょっと教えていただいて、公式のページちょっと拝見させていただいたんですけども、現在ミニストップはレジ袋がすでに1円となっております。で、7月の1日から価格の変動予定というふうにも公式ページに出てたので、まあ、これに関してはちょっと7月の1日からご自身でミニストップ利用される方はですね、チェックしていただければと思います。まあ、皆さんご存知の通りですね、僕もちょくちょく動画にさせていただいてたんですけども、 キャッシュレスの消費者還元事業、あの赤いポスターが貼られてるところの、まあ、簡単に言うとお国のキャンペーンですね。これが6月の30日で終了がすると。それが終了することによって、今までコンビニでキャッシュレス決済を行うことによって、常時2%割引、まあ、いわゆる2%還元とかが、これで終わるということになります。なので、ま、本格的にですね、7月の1日より、まあ、 コンビニだと、やっとキャッシュレス決済を使われてた方からすると、消費税10%が本格的に、まあ、スタートするという感じですね。で、それに伴い、さらに追い打ちをかけるかのように、コンビニのレジ袋が有料化ということで、まあ、1円から5円ということで、で、今回のお題でもある今後の対策は、ということですね。 まあ本当にこれだけ流れを簡単に見て、まあキャッシュレス決済を使われてない方からすると、ただレジ袋の有料化だけになるんですけども、これまでずっとね、僕や僕の視聴さんとかのもうかなりキャッシュレス決済使われてる方多いと思うので、まあ意外とこのコンビニ袋、コンビニの有 <laughs> レジ袋の有料化って意外と結構痛いのかなと僕は、 思っておりますすすでですねこのの今後の対策としして僕なりにに簡単に3つ紹介しますまあ、もうすでにね、もう対策というよりかは実践されている方多いと思うんですけども、改めてですね、まあこんな風なものがありますよということで紹介します。まず一つ目なんですけども、まあ当たり前かのように、まあマイバッグということで、もう本当にね、今コンビニね、限らず、まあ僕が利用しているスーパーとかも、本当基本的にもう今この、あのレジ袋が本当有料化ばかりのとこなので、もうマイバッグ僕自身も結構持ってはいるので、すでに実践されている方多いの かなと思いますこのマイバッグに関しましては。で、僕自身はね、このノースフェイスのリュックを使って、大体会社行く時とか、コンビニに寄ることとか多いので、まあその時はもう大体このリュックの中に入れたりとか、もしですね、まあ7月1日以降に関しては、あの、ポケットにですね、このビニール袋を忍ばせて普通にコンビニに行くのも全然ありなのかなと思います。なのでこの6月までの間、コンビニでもらった袋に関しては、ちょっとこまめに取っておくのが僕的にはちょうどいいのかなと思うので、まあそれこそ めんどくさいっていう方は 実はははしなくくくててももももいいいんでででですすすけどもぜひですねあのコンビニでよくもらう袋を6月まま貯めておくのも全然ありだとは僕は思います次、二つ目、キャッシュレス決済ということで、もこれはね、もうよくよく僕は動画でもお伝えしてるんですけども、まあ使う理由としたら簡単ですね。もうレジ袋代をポイント還元で補うということですね。まあローソンの場合は D ポイントであったりとか、ポンタポイントが貯まったりとか、あとはファミリーマートであれば T ポイント、D ポイント、楽天ポイントとかも貯まったりするので、まあコンビニはね、基本的にはまあもうキャッシュレス 決済が絶対お得なのでまあ、レジ袋もらうにしてもしなくてもまぜ、あ、ひキャッシュレス決済を行うのはかなり おすすめかなと思います。なのでね、僕がよく動画で発信してるスマホ決済であったりとか、まあ、スイカとかの電子マネーも全然いいですね。あとはもちろんクレジットカードでも全然 OK です。以上が二つ目の対策でした。そして最後三つ目ということなんですけども、レシートアプリを使うということですね。これは本当に僕もね、つい最近ぐらいからまあ、扱い始めたので、まあ、実際使ってみて意外とまあまあ、全然使うのありだなと思ったので、まあ、改めてお伝えします。で、これも使う理由としたら同じように、これもポイントで補うということで、まあ、リジ袋代でね、1円とか毎回 払ってるるののののもも、まあ、ここレシートトアプリを使えば、まあ,ある意味まあこのポイントで補うのも全然ありだなと思います以前ですね、僕、こちらの動画上げさせていただいたんですけども、一応下の動画に、下の概要欄にリンク貼っておくんですが、まあ、レシート現金変化ということで、その時はですね、レシートアプリのワンであったりとか、楽天ポイントが貯まる楽天パシャというのを紹介させていただきました。 でですね、今回は結構視聴者さんからもかなりこちらの声をいただいてて、とあるアプリを僕は改めてインストールさせていただきました。それがこちらなんですけども、コードというアプリですね。まあ、結構ですね、これ使われてる方多くて僕はびっくりしたんですけども、まあこれを機にですね、僕もつい最近ちょっと入れてみました。まあせっかくなのでちょっとインストールから、まあ使い方含めて簡単にだけお伝えします。まずですね、まあ僕は iPhone 使ってるので、App Store からコードというアプリを検索して、ここから入手をタップしてインストールをします。でインストール そしてアプリを立ち上げるとご覧のような画面が出てくるので僕はアカウント持ってないのでここで新規登録っていうのをタップしますそして新規登録どれで登録しますかっていうのがあるのでまあ、とりあえず Apple ID でサインアップというのがあったので Apple でサインアップというところをタップしますもちろんメールアドレスとかでもな全然大丈夫ですでアカウント登録のところで上に同意するっていうのにチェックを入れてあとはコードを始めるをタップしたらこれで登録は完了となりますめちゃくちゃ簡単ですねで早速アプリ開いたらご覧のような画面が出てきましたで今ここにですね D ポイントもう登録した時点ですぐにポップ ポップアップというよりかは、ちょっと広告みたいなのが出てきまして、D ポイント連携ユーザー限定、毎週 D ポイント100ポイントが300名に当たるというようなキャンペーンがあったので、まあ僕はもうこのタイミングで、とりあえずすぐにこの画面から D ポイントとの連携を行いました。まあ実際にちょっとタップしてみるとですね、まあご覧のような画面が出てくるので、ここで D アカウントを連携するというところをタップします。そしたら、このようなポップアップ出てくるので、ここで連携するというところをタップします。で、D アカウントでログインをタップして、あとは D アカウントと同同意意すするる画面があるのででここで同意するをタップしますそして、これで D アカウント連携済みというところが出てくるので、これで D アカウントとコードの連携は完了となります。いいですよね。このアプリで D ポイントも貯まるという感じですね。そして、早速ですね。まあ、このアプリの、実際のそのレシートアプリの使い方ということなんですけども、実際にこう、僕が買い物をして、そのレシートを手元に持ってる状態でスタートするんですが、まずは右下のですね、ここのプラスのマークをタップします。そうすると、選択項目3つ 出てきます評価してコインゲット買い物登録してポイントゲットバーコードチャンスというのが出てくるのでここで真ん中のカメラのマークの買い物登録してポイントゲットというところをタップしますそうするとレシート撮影画面が出てくるので僕はこの時にですねまあローソンに行ったのでローソンで もらったレシートをアプリを使って撮影をします。で、撮影が完了したらですね、次はバーコード読み取り画面というのが出てくるんですけども、実際にローソンで購入した商品のバーコードをこのアプリで読み込みます。その読み込むことによって、その商品の情報がですね、なんとアプリ上に出てくるんですよ。これ結構面白いです。もうなんか、スキャンする時の音とかがですね、ちょっと心地いいんですよね。ちょっと今出せないのが申し訳ないんですけども、なんか結構楽しいです。まあ、とりあえず商品をスキャンします。 で、スキャン僕2つあったので、スキャン2つすることによって、今回ですね、柿の種とブルボのアルフォートを購入したので、このようないついつ購入して何円というのが出てきます。で、そして下の登録というところをタップしたら、このようなバーコードチャンスというところが出てきます。で、今回僕がもらったポイントは、このコインとポイントが20ポイントということですね。まあ、結構これだけでも全然面白いですよね。 で、とりあえずこの日から僕もちょくちょく利用させていただきまして、実際の今6月11日現在のポイントなんですけども、まあ20ポイントからスタートして、まあ今78ポイント貯まったという感じですね。結構面白いです。コンビニに限らずスーパーとか行ってもそのレシートを読み取って、あとは商品の情報をバーコードで読み取ると。 そうすることによってポイントが貯まったりとか、まあ、ちょっとしたイベントとかもあったりするので、かなりエンタメ要素が満載のレシートアプリとなっております。結構面白いですね。で、他にもちょっと紹介はして、この中には紹介してなかったんですが、家計簿つけれたりとか、まあ、かなりお金の管理もちょくちょくできたりするので、それはそれでかなりこれも面白いです。ちなみにですね、今回この貯まったポイントなんですけども、 ま、これ、溜まるポイントというらしいんですが、ちょっと冒頭でも紹介したんですけども、溜まったポイントがですね、なんと D ポイントに交換ができたりとか、ワオンポイントであったりとか、この PEX っていうのも交換できたりします。ちなみにこの PEX に関しては T ポイントや7個、あと LINE ポイントや楽天の AD であったり、あとはその銀行振込もできたりするので、現金化することももちろんできます。あとは一番下の Amazon ギフト券とかですね。なので、ま、最低でも300ポイントぐらいから溜まれば、ポイント交換もすることができるので、ま、かなり細かい詐 ようにはなるんですけどもこのコードをかなりおすすめのアプリかなという風に思いましたちょっと初めて知ったのでかなり勉強になりましたね僕も はい。ということで、今回はですね、ちょっとお題から少しずれてしまったとこではあるんですけども、まあ、レジ袋が有料化することによって、今後の3つの対策ということで、3つ、マイバッグ、キャッシュレス決済、レシートアプリということでですね、まあ、これに関しては今すぐでもトライすることができますので、まあ、ぜひですね、まあ、今からでも慣れるためにも、今のうち使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、そんなこんなで今回は、7月からレジ袋を有料化ということについてお伝えさせていただきました。まあ、ほね、まだ実際にこう、7月、 始まらないと全然ちょっと分かんないとこはあるんですけども僕的にはやっぱりあのキャッシュレス消費者還元事業の 2%がちょっと終了するっていうのはちょっとかなり痛いなというふうに思っております。まあもちろん始まったら始まったのでね。まあそれなりのキャッシュレス決済のまあ工夫した使い方であったりとか、あとはまたその後に始まるであろうマイナーポイントとかですね。またこういったところも有効活用するのも全然ありかなと思うので、またそれも含めてですね、今後タイミング良ければ動画にしようかなと思っております。で、今回お伝えしたレシートアプリのコードの公式リンクについては下の概要欄に貼ってますので、ぜひですね、ちょっと使ってみたいなという方がいらっしゃいましたらチェックしてみるのもいい じゃなないいかなと思いますあと過去に紹介したレシートアプリのワンも使い方も紹介している動画もあるのでそちらも是非参考にしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました